はい、お疲れです。ちょっとね、カメラが傾いてんだけど、これ大丈夫か、気になんないぐらい。2日前に、ブレイキングダウン10の、オーディション行ってきて、で、まあ、感想はね、まあ、ネタバレになるから当然話せないんだけど、まあめちゃくちゃ面白かったよ。で、最長何時間いたのかな、帰ってきたのだって夜の12時ぐらいだったんですよ。最長今まで8時とかさ、遅くても9時とか、まあ、7時8時とかだったのかな、12時だもんね。で、まあ、10で俺が試合をするのかとか、誰とやるのかとか、そういうのはまだ全然言えないんだけど、まあ、どうなってもいいように、いつも練習行ってんだけど、その翌日に昨日だね、新宿の御嶽橋通りを、俺普通にチャリンコで走ってたの。走行スピードとかちょっと分かんないんだけど、まあ本当普通に、てかむしろそんなスピードは出してない、普通に走ってたの。まあ本当普通に、むしろそんなスピード出して普通に走ってた。で、御嶽橋通りの中間ぐらいで突然ボーンって衝撃とともに、チャリンコごと、俺でかいリュックしょってたんだけど、練習着入ってるそのまま吹っ飛んじゃって、でちょっとね、両膝打っちゃってガーンって、でチャリンコも吹っ飛んで行って行って、まあ、転がった感じ、転がっちゃって、でクソ痛えなと思って、でパッと見上げたら、起き上がってみたら、黒いタクシーの、扉が開いた状態で、で乗客みたいなのがいて、運転手がもうパニックになってて、やっちまったみたいになってて、で、まあ、状況察したから、最初俺その運転手も殺せろうかなと思ったんだけど、近づいてったら、まあ、結構なお父さんなんでね、本当に若い運転手だったら詰めようと思ったんだけど、全然年配の本当おじいちゃんみたいな運転手さんだったから、ちょっとかわいそうだし、かといって本当事故は事故だから、あれでも乗客がそこで降りたくて降りたんじゃないんだよね、確か。こういうちょっと事故があったんで、ここで降りてもらえないでしょうかみたいに交渉してたから、なんでドアの開け閉めがあったのかわかんないけど、お客さんは別にここでみたいな感じで降りてったんだけど、でその後に立ち上がるのを手伝ってくれて、で心配そうにこうオロオロしてたから、別に何やってんのっつって、その何、救急車とか呼んでくんないのっつって、警察とかっつって、そしたら、呼んだ方がいいですかとか言うから、いや別にこんなもん心配しないでも、しっかりデコ呼んで、救急車も呼んで、しっかりやるんで、はい、大丈夫っつって、そしたらもうはぁみたいな、はめやりしたから、ちょお前ね、その俺が軽傷、多分俺が軽傷だから、こんなのもうほんとそのままチャリンコでも、多分チャリンコ乗れるから、お父さん心配しないでください、大丈夫大丈夫って多分言うと淡い期待をしたと思うのだけど、そこからもう天から地に落とすようなテンションで、これもしっかりやるから、もう会社に連絡した方がいいよっていう感じで言ったから、もうはぁみたいな、だってそうじゃん、事故だから。で警察呼んで、で俺その最初ね、両膝が全く曲がんなかったんですよ、マジで。金取ってやろうとか、大げさにね、休業損害手当取ってやろうとかじゃなくて、本当に両膝が動かなかったので、そのすぐ近くに新宿春山外科ってあるんだけど、春山外科に行きたかったんだけど、自転車も起こせないし、足が曲がんないから、うわこれやばいなと思って、どうしよっかなとか、ほんとよぎっていろいろで、まあ、とにかくちょっと春山外科のすぐそこなんだけど、ケンケンでも両方痛いから、ケンケンでもできないし、チャリンコ拾えないし、リュックでかいし、運転手おじいちゃんだし、どうしようかなと思って、でやっぱ救急車呼びますかみたいなことまで言ってるから、呼べよっつって、まだ呼んでないのっつって、だんだん俺もさすがにしてイライラしてきて、年配だからとか関係ないし、だんだんしてイライラしてきて、呼んでくれよっつって、で救急車来て、で警察もですかって言われて、警察先だろっつって、警察呼んでもらって、でまあ俺はちょっと携帯電話どっか行っちゃったから、俺携帯探すからっつって、
ほんで、まあ、警察来て、救急車来たんでね。で、膝が全く動かないっつって。で、救急車に乗り込んで、まあ、体温測ったり、まあ、なんだかんだっつって。で、すぐ、俺はすぐそこの病院行きたいから、あ、そこの病院で見てもらいたいっつって。まあちょっとその他の病院になるかもしれませんとか言うんだけど、いやもう無理無理っつって。それだったら俺もちょっとその、今俺こんなだけど、もし、軽症だった場合、後でそのチャリンコ取り行かなきゃいけないから、チャリンコをここに止めてっちゃう以上、その、ちょっと離れの病院行っちゃったら、後でもと大変じゃないですか、つって。で、なんかその無理かもしんないみたいなこと言うから、その新宿区の病院とかって結構そのコロナかとか、あと、相手のその病状を電話を受けた、救急隊員から電話を受けた病院のやつが結構、何、その重病だったり、その内容によって忙しかったりすると、他の病院に回ってくれってやっちゃうから、もう電話しないといけないのっつって、いけないっつって。で、他の病院になるかもしれないのは覚悟してくださいみたいなこと言うから、ちょっと子供みたいにちょっとわがまま言って、それだったらちょっとほふく前進で行くわっつって。で、だからそうこうしてたら、まあ一応、空いてると。で、じゃあ針山にお願いしますっつって俺救急車の中にいてで救急隊員とかで喋ってんだけど救急車の後部のドア開いたとこが俺の事故現場でそこで今警官と運転手さんが喋ってんだよねで俺はもう早く針山外科に病院に行きたいから救急隊員ともう行っちゃいましょうよって言ってんだけどそのウリタさん住所は何でしたっけだとかこれ状況こうでしたあでしたみたいなこといちいちこの救急車の後ろの扉をこう開けながら何回もその警官が来るのよ、ね、そうするとちょうど時間帯が、7時とかだったのだからもうその辺に居酒屋とかもいっぱいあって栄えてて結構餃子のダンダダンとかなんとかラーメンとか、ね、焼肉屋とかもいっぱいあってで結構そこ人がいっぱいいるからしょっちゅうこの扉が開くたんびに俺がこうやってこういうふうにこうやってなんかいてとかっているからこの若い子とか学生みたいなやつらがあれ売れたじゃんみたいな感じでその救急車指さしてきたやついたから恥ずかしくてちょっとこれ閉会やめてくれっつって閉会やめてもらいますっつって言ってんのにまたなんかこうねじゃあその最終的に自転車どうする気ですかとかまたこれ開いてまた誰かに磨いてみたいなそう。で、まあ、そんなのもあるから、だんだんちょっとイライラしてきて。で、まあ、で、まあ、その後病院に行って、レントゲン取ってもらって、両膝の。まあ、他もね、肘とか、なんか肩とか、なんだかんだいろいろすりむいたり、いろいろしてんだけど、まあ、そんなのもどうでもいい。ちょ、もう膝に関しては、本当にもし試合とかするとか、なんかそういうことになれば、大事だから、結果がもう本当気になって、その撮り終わって撮影後に待ってる間もう本当ちょっと膝曲がんなかったから、まあ、ちょっと動くもう病院の時点でちょっと動くようになってたんだけど膝これ本当なんかあったらどうやってまあそのもしね試合とかするようなことがあればどうやってどうしようとか例えば練習とかね関係なしに練習行ってんだけど練習もしばらくできなくなったらどうしようとか、まあ、ちょっといろいろ不安よぎったんだけどでその待ってる間になぜかそのもうそこでまた後日連絡しますよっつってもう完全に別れたはずのその運転手がそのレントゲンの結果を待ってる俺のところに何回もその来るのこっち縫ってくんだよで俺ちょっともう喋ることねえよっつってあんたとって別にあんたのその保険会社とかタクシー会社とかには後日診断書持って連絡するから別にもうここで喋ることねえからっつってもう帰ってくれっつってんのに。なんか来るの。うし、どうでも帰って、つって。で、そのレントゲンの、結果を聞くんで、まあ、聞いて。で、骨は全く異常なかったです。心配おかけしました。ただの打撲。まあ、全治2週間とか、そんなもん。で、安心して、その湿布的な塗り薬だとか、なんかそんなようなだけもらって、じゃあ後日診断書だけ取るまで来ますね、つって。ありがとうございましたつって言ってたらまだいんのよ何やってんのつってそしたらその今からいや私とは話したくない私とはもう話したくないって言ったので私じゃなくて上司が来ますとか言うからだからもうそれもいいからつってそういうのまあでも多分彼らなりに事故った時のマニュアルなんだよねその多分そういう
マニュアルがあるんだと思うんでね。で、あ、じゃあ、で、俺も思い出したから、あ、じゃあ、ここの会計とかじゃやってよ、つって。でも、俺、内金とかで1万円ぐらい取られてたから、じゃあ、それも、つって。そしたら、その、内金の1万円戻してもらって、そこの会計もその運転手が、の会社のやつが来てやるってなって、じゃあ、俺も行くよ、つって。で、内金の1万円と俺に戻ってきたんだけど、そこの会計をしたってことの同意書、会計をするってことの同意書とかも取らなきゃいけないから、同意書取りに明日家に伺いますみたいなこと言い出したの。ちょ、マジで言ってんのつって。その、マジで来ないでくれ。つって。てか、もうむしろこんな、俺もう本当に喋りたくないつっていいんじゃん。つって。なんでこの段階で加害者と喋んなきゃいけないのつって。そう。下手したら1万いらないぐらい思ったんだけど、だけど今後の流れとして、まあ、診察代とかも知れてるんで、診察代と、その、病院までのタクシー代と、何破れたジャージと、チャリンコ、まあ、チャリンコは別にそんな全然見てもらうは見てもらうは見てもらうけど、どっか曲がってひん曲がってとかそんなことないんだけど、でも言うてもそんぐらいじゃん。だから別に全然この状況だから何の心配も別にいらないから、その損害的にも全然大したことないから、だからちょっともう本当この距離感、このあなたたちとのこの距離感がしんどいからつって、はい、もう分かりましたつって、以上ですって言って行こうとしたら、その追っかけてくるのよ。その上司も後から来て、上司とそのドライバーが二人とも高齢なんだけど、病院の裏口から今度俺も行こうとしてんの、俺追っかけてくるの。何っつって、マジでやめてくださいよっつって、俺膝痛いのにっつって、そしたら、いや、その同意書を郵送するのに直接やり取りしたくないってことだったから、郵送を考えたんですけど、住所教えてくれとか、住所だけ警官から聞いてなくて、でその住所を言って、そしたら俺その住所を伝えて、もうこれで本当最後っすねっつって、また俺から連絡しますからって会社の方にっつって、じゃあっつってまた行って、そしたらね、本当信号を待って自転車の方に向かってビッコ引いて行こうとしたら、さ、また追っかけてくるのよ、今度上司が。何なのマジでっつって、ちょっとさすがにそれもうちょっと俺もう切れ気味に、何なのマジでっつって、俺住所のその建物名をこう早口で言ったんだけど、それがちょっとカタカナだったから分かんなかったらしくて、あのカタカナの発音がちょっと聞き取れなかったから、もう一回よろしいですかみたいな感じで来るから、もういい加減にしろよっつって言っちゃって、そしたらその俺マジでっつって、あのお宅のとこのそのドライバーが高齢の方だから、何も言わないけどっつって、俺ぐらいだとか、あとそのもっと若いやつとかだったら本当にもう張り倒してるよっつってみたいな話して、で、まあ、帰ってきました。だから本当全治、本当に1週間2週間のただの打撲で済みました。で、一応それをね、救急車乗ってますみたいなことをツイートしたせいで、それがまあヤフーニュースとかになって、で、それを見て心配したシェンロンとか大阪喧嘩自慢のみんなが、その心配しすぎて、今から東京に行って、そのもうウルタの親分の病院に行くとか、もうなんか本当リキとかスポンサーとかとご飯食ってたのに抜けてきて、ちょっと東京に行って今からウルタさんの病院にとか言い出してたから、うち俺マジの軽症だからっつって、そうみんなをこう説得するのが大変だったって、かわいいやつらですねという感じです。なんで、本当に心配をおかけしました。しっかりね、破れたジャージと、まあ、チャリンコはちょっと本当どうなのか、変な音とかでもするんだよね、こうやって押してったんだけど、なんか変な音はするから一応見てもらおうかな、まあそのやってくれるもんはやってもらってみたいな感じです。はい、まあね、一日経ってみてね、高齢のうんちゃんちょっとかわいそうだなと思って、その上司の人にもね、ちょっと口が悪かったんで、後半そういうのも含めていろいろすいませんでした。はい、以上です。また何かあれば動画にします。ありがとうございました。